はい、こんにちは。今日は2020年4月22日です。楽天モバイルのですね、パートナーエリアの、容量が、2ギガから5ギガにですね、バージョン2ではバージョンアップされるという予告がなされていました。さてどうでしょうか。現在見ると、残り容量全体枠は 2.0GB の中で表示がされています。さてプレイストアのアプリを見に行きますと、マイ楽天モバイルですね、これが更新してみましょう。これでですね、アップデート後で容量が変更になっているのではないかと期待しましょう。さて確認します。起動に時間がかかりますが、データは拾いに行っているんでしょうか。現在は楽天回線エリア内なので、エリア内はゼロですが、あれ、トータルの枠は 2.0GB のままで、残り容量もこの間ちょっと使って 1.8GB のままですね。データ制限モードのスイッチを切り替えてみて表示が変わるかな。変わんないよね。パートナー回線エリアの、容量は変わらないですね。残念でした。もう一回ですね、アプリの方を確認してみましょう。メンテナンスの後でここがバージョンが新しくなっていると思っていたのですが、まだ、アップデートがされてないんでしょうか。このアプリの、情報を見ていきます。このアプリについて何か変更が書かれているでしょうか。契約回線ごとにデータ容量をリアルタイムで確認という、まあここはこの記載は変わらないですね。何か変わったことがないかなと思って見ていきます。ソフトウェアのバージョンがですね、これは4月16日にアップデートされたままですね。4月22日アップデートはまだ登録されていないようです。まあ、そもそも22日にアプリがアップデートするかどうかの、アナウンスもなかったわけなので、ひょっとするとサーバー側のデータが、情報が変わってアプリ自体は変更にならないという可能性も残っています。さてエリアの容量はいつ増えるのでしょうか。待ってますよ。